はい、2024年の7月31日です。7月終わろうとします。明日から8月です。はい、8月22日私の誕生日です。40歳を迎えます。ということで、明日8月1日から、無人島に行ってきます。無人島の中で1週間サバイバル生活を行います。向こうで現地で自給自足を行う、ね、自分や自分たちの、ね、まあ、生活を一から作っていけるのかということに挑戦します。魚釣りの知識なし、貝の、知識なし、野草の食べる知識なし、いろいろ知識ない中で1年間近くかけて準備をしてきて、どれだけのことが行えるのかなという、取り組みにしたいと思います。まあ、無人島帰ってきてからもその自給自足だけじゃないんですけど、自分たちの暮らしを自分たちで作っていくということ、大企業の製品購入に依存しない生活っていうのを心がけていきます。まあ、要は、ね、有名企業、大企業、大手チェーン店からのものを買わない、自分らで作っていく、食べ物、衣類、その他のもの、自分たちで作っていく。で、今 YouTube 利用してますけど、こういうあの技術革新に依存しないということを目的にします。もう一つはそれを一人で行う、あの人、ね、私がその一人で取り組んではることやということじゃなくて、これを集団で行っていって、その自分たちの意見っていうものを作る、自分たちの主張っていうものを作っておく、こういう自分たちはこういう存在だっていうことをね、示す、その自治に取り組んでいきます。なので自分たちのっていう集団になれるかどうかっていうことにも取り組んでいます。そこを一番の目的にしています。はい、っていう中で、まあ今日今もうちょうど準備終わったんでゆっくりしてるところですが、明日から行ってきます。その中で一番感じてるのはどれだけ寝れるかっていうこと。あの今まで準備してきた中でやっぱ寝るっていうことがすっごい大変なのと、すっごい重要だなっていうことを感じました。何が大変っていうのはやっぱ虫、特に蚊ですよね。蚊が、刺したり、夜中もう耳元でブン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 、まあ、あの飛び回るから、音のうるささと手足のかゆみで寝られない。でそのまま朝になったらもう寝不足で体力がない中、あの次の生活が始まるということね。これが続くと無人島の生活すぐやめないといけないなというふうに感じてます。なので向こう行って何かね、特別すごいことやってくるというより、どれだけちゃんと寝れるかっていうことをあの確認することなのなと思います。まず体力、寝て体力を回復させること、その次に水を飲めるようにすること。水もね、向こうで飲めるように、湧き水探したり、水掘って作ろうと思いますが、あ、ろ過してね、はい、ということだと思います。で最後に食料かなっていうふうに思います。この三拍子をどれだけ効率よく、あの体力が削られないように作っていって、体力が回復できるかっていうのをね、確認したいと思います。この顔がどんだけになるか、はい、楽しみにしててください。あのあとは危険にならないように、食べ物や飲み物、一応非常食、非常水として持ち込んでいきます。でそれ以上に怪我したり毒のもん食べて事故あったら、はい、どうなってるかということで、しばらくは動画投稿や何も、ホームページの更新できませんが、気をつけて行ってきますということで、無人島サバイバル生活の報告でした。はい、気をつけて行ってきます。